おはようございます。おはようございます。こんにちはか。こんにちは。このやつ、他の動画もう一本あると思うんですけど、もう一本、まあどっか見ておったらこの格好のやつがもう一本あるんですけど、今日はちょっと多分タイトルにあったと思うんですけど、下請け募集と元請けさん募集、まあ塗り替え道場と、もう芦原は南施工サービスっていう会社なんだ。そこに職人が所属するんだわ。で工事の売り上げだけでも結構まああるんですけど、年内には芦原はもう社長立てようと思って。ちなみに動画に出てきておる子たちから社長立てて、別会社にしようかなと思うぐらい芦原やっぱ忙しいし。ちなみにこうやって、まあ、今ちょっと職人来てるけど、はい、塗り替え道場の仕事でもう今半分以下ですよ。おかげさまっていうかね、あれだけど、いろんなところからお仕事いただいて、はい、ほとんど俺が自分で取ってきてるやつじゃない、もうちょこっとあるかな、はい、ほんのちょっと。でもあとはもう社員がみんな取ってきてる、社員とか職人たちが、芦原には職人以外営業いないからね。で今度もうジム入れて、その資材置き場もまた大きいとこ借りるんですよ。で今度、まあ、こっちが後になると思うんですけど、まあ、トラックもまた来てね、その紹介動画も出てると思うんですけど、はい、今どんどん拡大させとるんで、元請けさん募集っていうのと、まあ、で協力業者でやりたいって、トラック持ちで付けてやりたいっていうのも、まあ、ありかなーっていうのと、で常用で人気できたいっていうのもありですね。はい、でちょっと見ようか、これいくらぐらいかかるっていうのがあると思うんですけど、これやるのにいくらぐらいかかると思う。でも本当300万とか、足場だけね、足場だけでも200万とかですよ。塗装も全部込みで100万じゃない、どの感覚だそれ。カメラ回すの止めろよお前。いやでもそんぐらい使ってね。ネタだからねこれ。はい。ネタだからね。そうですね。いやでも結構やっぱこんだけ大きいとそんぐらいかかっちゃうのかなっていう。はい。めちゃくちゃ大きいですもんね。大きいでしょ。はい。さっきのところちなみっていうか、ちなみに1000平米ぐらい。へえ。平米いくらっていうのがあるんですけど、で大体よく言うのは平米1000円って言ったら、まあうち高い方だと思うんですよ。はい、でちょっとこれ見てもらうと分かるんですけど、まあ、手すりはやっぱり1段、うん、両方立てとる場合って、これちょっと見るとさ、なんちゅうの片足場っていうのかな、はい、両方に立てて内側にも手すり入れれる場合もあるんだよね。両方あるんですけど、まあどっちもできる。今ちなみに建設会社の下でやってるやつは、その両足ついて内手すりもつけて、外2段手すりとかもしようとしてある。でそれだとまあ値段は上がるよ、もちろん。そこはまあ見積もりしとるんですけど、まあもともとが僕らもそのね、最初で下請けに流しとる会社じゃないもんですから、うん、お値打ちにやっとると思います。で結構今評判いいから、うん、自分の会社の社長にちょっと言ってくれ、紹介あそこいさそうですよって言ってファンなら愛知、三重、岐阜市はちょっと無理だけど、はい、まあそれ以外のところはちょっといけんけど、はい、これ見てうちのファンになってくれてる人何人かおると思うんで、うん、自分の会社の社長に直接言いに来てください。塗り替え道場使ってってくれと。変なピコハンマー使っとるやつだけど、仕事ちゃんとしとると思うよって、はい、これがちなみに1000平米で、これで一般の B2C でね、営業マンが出す値段で60万から70万ぐらい、円ぐらい。あ、そうなんですね。平米700円ぐらい、安いと思うよ。で、まあ芦原さんとか、まあね、建設会社の下とか、その場所によって値段も変わるじゃん。芦原さんと本当仕事だけしてくれっていう場合と、値段変わると思うんですけど、ここはまあまあ営業からだって、まあ営業がそれで取ってくるもんで、営業から芦原チームに降りるとはもっと違う金額だよね。はい、だからこれお客さんには多分70万ぐらい、俺ちょっとさっき携帯でチェックしたけど、はい、70万ぐらい出てると、まあ片足場だよね、まあ、するっちゃするし、新地やしよね。塗装全部でだと500万円かからね、300万とか400万ぐらいの世界でしょ。結構あるでしょ。そうですね、でっかいですもんね。まあ芦原資材はもう本当にもうめちゃくちゃ持っとるから、はい、まあね、もともと塗り替え道場として強いからね、うち愛知、三重、岐阜でやって、もともとは自社の足場やっとったんですけども、この2、3年は下請けの方が、まあ、今年は特にだね、もう今、塗り替え道場の仕事よりも、南施工が直接いただく仕事が多い、お客さんも結構ね、お客さんね、本当によくしてもらっとると思うよ、いい仕事するし、でお値段は本当にある程度、相談してもらったら、僕がちょっと担当してないですけど、まあ、動画に出とる子たちが、もうみんな自分たちで、若い子たちが。一生懸命商談やっとるで、ね、値引きもしやすいと思うよ。俺だとね、やっぱダメダメってうるさいもんね。で社員がやるから、はい、商談もしやすいと思うので、まずはお客さんに対してもね、はい、でお客さんも欲しいなと思っとるんで、うん、ぜひ声かけてください。で資材置き場も大きいところまた一つ借りたんですよ。でまたそこも紹介したいなと。まあ契約まだ決まってないけど、はい、契約決まったらまたそこの資材置き場も今度はでかいよ。トラック多分100台ぐらいある。それは嘘。であとはまあ協力業者でやりたいとか、一人親方でやりたいとか、まあ、今一人親方でどっかやってる子も、うちで足場で一人親方で入れますかとかで、トラック持ちだったらまたトラック持ちで値段のことも相談しとるんで、ぜひ見とったらね、応募ください。LINE アットでね、多分最後に流れると思うんですけど、ちょっと真面目な動画になって、こんなもんかぶってるけど、これちょっとごめんね。黄色いヘルメットが。ごめんなさい。たわけがとか、じゃあ、本当にヘルメットないもんね。はい。別にふざけとるわけじゃないですよ。そうですね。で、まあ、こうやって坊主だけど。そう、見られた時に、なんかわかるじゃん。そうですね。あの人 YouTube で撮るよね。これ本当に言われたんですよ。そうですよね。YouTube で出てる人ですよね。って言われたんで、なんかこれかぶってるだけちょっと雰囲気違うかなと思って、これで酒飲んでるで普段ね。ああ、そうですよね。そう、まあそれは分からないようにだけしときたいなって。分かると思うんだけど、でまあこういう感じじゃない。お面まではさすがにかぶれない。でまあこういう感じ。ちょっと雰囲気違うでしょ。はい。なかなか気づかんでしょ。はい。そんな感じです。はい。ぜひまた LINE アットから依頼くれたら、まあ担当者の方から連絡あると思いますので、足場もぜひやらしてください。やらしてくださいだね、本当ね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自分の社長とか知り合いに声かけて、塗り替え道場募集してるらしいよって声かけてください。お願いします。はい。また見てね。